最初にまず、会の代表である小川さんに、感想と挨拶、そしてその後森百合さんに感想を一言言っていただいて、そして青木先生のリードでずっと始めていくっていう形を取りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは小川代表、まず、ご挨拶と感想、映画の紹介通していただけますか。はい、わかりました。で、この8回で今回取り上げられるのは、今週の金曜日から東方見の劇場で公開されます、大慈という映画ですね。大慈、非常に、なんか、声を、タイトルを聞いただけでちょっと緊張するような、身構えるようなタイトルですけども、それはやっぱり内容を端的に表している映画でして、で、それをですね、これは例の 高校生、若者たちによる、本当に今、アメリカで次から次に起こっていて、全世界を悲しませております、無差別の銃乱射事件というのが多発しておりまして、で、その私たちの記憶に新しいところでは、1999年に起こったわけですけども、その時は13人若者たちが殺されたんですが、で、それをもと、そういう銃乱射事件を元にした映画であるわけです。で、これの現代がマスっていうんですけども、マスコミュニケーション、マスコミのマスなんですが、群衆とか集団とかって意味があるんですけども、で、もう一つは全く別の意味で、皆さんご存知のカトリックのミサですね、という意味もあるんですが、最近はですね、このマスという言葉が非常に残念なことではありますけれども、マスシューティングという形で使われることも、すなわち、無差別大量乱射事件ということですね。それを扱っている映画ですので、マスというタイトルになったんだろうと思いますけれども、そういうわけでですね、これ監督さんが、後は先生から詳しいお話があると思いますけれども、フラン・プランツさんという方で、この方はもともと俳優の方なんですが、やはりこういう、頻発するこの銃乱射事件で、元い、しかも若い、明日のある、命が失われていくということで、やっぱり心を痛めておられるというか、初めて、ご自分でメガホンを取って、監督なさった。それがこの、今日の見ます、大事です。で、監督なさっただけではなくして、脚本もご自分で書かれる。で、先ほど言いました、コロンバインの高校の話とか、その1970年代に起こっておりますけれども、いろんなそういう実際に起こった事件の内容ですね、その残された家族のこと、また殺された遺族のこと、いろいろ調べ上げて、ご自分で脚本を書かれて、メガホンを取られた。初めての監督映画ということなんですけれども、これが蓋を開けてみましたら、アメリカでは2年前に公開されたんですが、もう各方面から絶賛の嵐になりまして、まさにこういう映画が必要なんだということでですね、本当にこれが間もなくアカデミー賞もありますけれども、本当に必ず何かの賞は取ると思っておりますが、そういう内容の映画で、大慈というタイトル。これ私タイトルを見たときにですね、冒頭に言いましたように、うんと構えたんですけども、それもそのはず、大慈って皆さん、めったに使わない言葉ですけれども、意味としてはですね、敵対関係にある者同士が睨み合うのが大事なんですね。それ大事。そういう意味の内容をつけたんですが、でもこの映画の内容そのものは、4人の登場人物ね。で、2人、元夫妻であって、の方が、加害者の高校生の両親です。で、あとの2人が被害者、この映画の中では10人殺されたという設定になっておりますけれども、そのうちの1人のやっぱり息子を殺された夫妻、この4人で、のペアの両親でもって対話をする、そういう形で進められる映画です。で、の「胎児」というタイトルに対して、内容としては南やってるんじゃなくて、もう最初は非常にぎこちないんですけれども、やっぱり映画全体が対話によって進められる、こういう非常に珍しい映画や、こういう手の、非常にドキュメンタリー的な性格のある映画っていうのは、その2時間の映画の中に、いろんなそういう回想シーンとかですね、それから実際の場面とかを挿入しながら進めていくのが、常道なんですけども、ご覧になった方はお分かりのように、そういうシーンが、実際のシーンが
回も出てこない。一度も出てこない。ひたすら始めから終わりまで、お二人の、お二組の方々、四人の会話によって進められている。そういう方法を取ったんですけれども、皆さんいかがでしたか？私はそのやり方は、監督の、クランツのやり方はですね、やっぱり見事に当たったと思うんですね。非常に珍しいあれですけれども、つまりどういうことであるかというと、出られた俳優さんですが、皆さん4人の方々、お顔をどっかで見たことある方いますか？それほど多くの作品に出てる方じゃないんですね。ちなみに加害者の方のお父さんを演じたのは、リード・バーニーという俳優さん。お母さんを演じられた方が、アン・ダウドという女優さんです。そして被害者の方のお父さん、ジェイソン・アイザクスですけども、このジェイソンさんの顔はどっかでご覧になったかもしれない。ハリー・ポッターファンの方は見たと思います。それもその、これはですね、悪者の、ドラコ・マルフォイ。あれのお父さんをやったのが、演じたのが、このジェイソン・アイザクスです。で、お母さんを演じた、マーサー・プリンクトン、という女優さんは、これはもう子役時代にですね、グーニーズという楽しい映画があったんですけども、で、これは悪者の悪ガキの女の子のガールフレンドに出ておりました。それも立派なお母さん役でね、出ている。で、まあ、たまたま私はそういうわけでハリー・ポッターもグーニーズもワーナーで配給しましたので、私は非常に懐かしく見たんですけど、まあ、この4人の俳優の方々ですね、この初めから終わりまでひたすら対話の言葉だけで演技をするわけですよ。これね、口で言うのは簡単ですけれども、全く他のシーンがなくて、対話だけで演技をするというのは、想像してみてください、皆さん。いかに大変かということ。演技力が普通の演技の3倍も4倍も求められますからね。でもやっぱり見ていてですね、ちょっとした目の動き、ちょっとした表情、本当によく、被害者と加害者のどちらも苦しいんですよね。苦しむ胸の内を、これが演技かと思えるくらいの迫力で演じておられたと思います。まあ、そういう映画ですけれども。ではゆりさん、今日スペシャルゲストでわざわざ時間を割いてくださってます。ゆりさんにも見ていただきましたので、ここで一言感想をお願いします。この度は第8回の映画カフェにお招きいただいてありがとうございます。いつも磯川さんからいい映画をご紹介くださって、もう毎回いろんなアピールで本当に心に響く内容の映画を教えていただいて、もう私もとても感動しながら毎回見させていただいております。でも今回のこの胎児という映画ほど今までの映画の概念を覆させられるような作品とは全く思いませんでした。最初に始まる、小川先生が今ぎこちないとおっしゃいましたけれども、まさにぎこちない、何が起こって何が、私はあまりちゃんと解説を見ずにいきなり映画を見ましたから、あまりその銃乱射事件のこととかも知らずに見たので、もうまるで推理小説の一番最初の何が何だかわからないようなこう暗闇の中で、何がこれから始まるんだろうっていう、ものすごく何とも言えないようなこう不安に包まれるような思いの中で、一つずつこう霧が晴れていくような、なんか不思議な作品でした。でもその中で許しと和解がテーマです。お母さんがおっしゃった言葉、私は許したら息子を失ってしまうように感じた、でもそうじゃなかったっていう、あの言葉は私もなんか涙が思わずこぼれました。この映画を見て、以前にアフリカのルワンダに行った時に出会った女性のことを思い出したんです。ルワンダの大虐殺の中で、お父さんとご主人を惨殺されたイマキュレーさんっていう女性です。
私はその方とお話しする機会がありました。目の前で家族を殺されて、その時イマキュレーさんは妊娠していて、逃げて逃げて沼地で出産した。でも時が経ってその子が18歳になって、この18年間家族を殺されて苦しみ続けてきた苦しみよりも、人を憎み続けてきた方がもっと苦しかったと、イマキュレーさんはおっしゃったんです。人を憎み続けてきた方がずっと苦しかった。私もクリスチャンとしてイエス・キリストに罪許された存在として許したいと、ある日そう決心しました。許してから本当に楽になりましたとおっしゃられたんです。なんか許しって相手に何かを与えるような感じがしますけれども、そうじゃなくて自分自身が解放されることなんだなっていうことを、もう一度この映画を見て教えられた気がします。クリスチャンじゃない方はどんなふうに受け取られるのかなっていう、そういうような思いもありますけれども、でも多くの方がクリスチャンでもそうでなくても、憎しみに自分自身ががんじがらめにされている人は多いと思います。そんな方々の解放となる映画となるようにも心から願っています。拝見してぜひ番組でご紹介したいと思わされました。2月16日ラジオ関西で放映させていただく予定になっておりますので、今日は皆様からのいろいろなご意見とかご感想もしっかりとお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。これから青木先生にリードしていただいて、皆さんとお話をしたいと思うんですけども、はい、一つアンケートの中にもあったんですけど、これは実話ですかっていう質問があったんですけども、このメディアに配られている資料を見ると、このクランツ監督がいろいろ調べる中で一つ一番感動したのが、その銃撃犯の両親と犠牲者の両親の会談に関する記事があって、それをヒントに映画にしたって書いてあるので、もちろん映画の中のは全部脚本ですけども、実際にその被害者の家族と加害者の家族が面談して解決しようとしたことは事実のようですね。そういうふうにニュースレターに書いてありますので、そのことをまず皆さんにちょっと一言だけ質問がありましたのでお答えさせていただきました。ではここから青木先生のリードでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。改めまして、皆さん、こんばんは。この時本当にですね、皆さんと共に今回この胎児という映画についてですけども、語り合う、なるべく私もこう短くして、ぜひ多くの方にですね、皆さんにもやっぱり感想とかをですね、どんどんとおっしゃっていただきたいと思っていますので、もう本当に10分一本勝負でと思っておりますから、よろしくお願いいたします。はい、私はですね、この胎児、実はこの磯川さんから話をいただく前にですね、ヤフーかなんか、私よく映画好きですからいろいろチェックしている中でこの時の情報がありまして、そしてもうすぐにですね、映画会社の方にお願いして、ぜひ映画を見たいということをお伝えしてですね、そしてというのがあったんですね。ですから、まあ一足先に私も拝見させていただきました。そして本当にですね、どういうんでしょう、緊張感も、サスペンスっていうのはこういうことを言うんだなと、なんかこうナイフが自分を追ってくるとかですね、こう何かこう天変地異が起こって、こう建物が崩れるとかですね、そういうことのような安易なサスペンスではなくて、言葉っていうものがいかにこう人の心っていうものをですね、こう刺すのか、そしてまた相手の言わんとすることがこう伝わらなかったり、逆に優しい言葉だったり、表面的にはいい表現をしてるんだけど、その奥にあるこうマグマのようなものを感じ取ってしまった時に、人っていうのはどう対応していくのかっていうことについてですね、本当にこう、もう私見ながらですけども、途中もう何度もですね、もうやめて、もういいみたいな感じで、そういうシーンが何度もあってですね、こう何ですか、息詰まる、そういう約2時間、これ上映時間が1時間51分ってことが、約2時間の映画なんですよね。それを本当に
ある意味こう汗びっしょりでこの拝見するということになりました。そしてやはり私の中に一番響いたことは何かっていうとですね、その許しっていう、まあもちろんそのテーマなわけですけども、よく日本人はあれですよ、絶対許さないとか、死ぬまで死んでも呪ってやるとかいう言葉をよく使うと思うわけですし、復讐とかそういう話っていうのは結構に好きなんですけども、なぜかって言ったら、確かに許すっていうことはなんか相手に対してですね、こう甘えを与えてしまうみたいな、もっと言ったらこう自分が貧乏くじ引くっていう、そういう感覚になるときに人っていうのは許せなくなるんだなってことは今回見てても本当思いました。しかし実は許すってことは誰のためなのかっていう、このところがですね、実はその、まあ、クリスチャン、そして聖書っていうものに基づいて語られている話なんだけども、でもそれがですね、一般の多くの人々に響くものになるんだなってことを思いまして、見終わった後にですね、私の中に響いた言葉、ある聖書の言葉があるんですね。何かっていうと、あなた方は自分を愛するようにあなた方の隣人を愛しなさいって言葉がある。で、この自分を愛するようにっていうことがですね、今までこの特に1980年代以前は自分のことを自分で愛するっていうのはこうちょっとこうぬくぬくと甘ちゃんっていうかですね、なんかこう自分かわいいっていう、そういうふうな位置づけで捉えた時に、あなたは自分がこんなことされたら嫌でしょ、だから嫌なことはしちゃいけません、なんか自分にこんなことされたら嬉しいでしょ、そう思うことを人にしなさいっていう、そういう解釈だったんですけども、実は神学の世界においてもそうなんですが、80年代以降ですね、ここにこうちょっと心理学的な視点が入ってきまして、実は人間っていうのは、人っていうのは本当に自分を愛することができる、つまり健全なセルフイメージを持つことができる人こそ真実他者を愛することができるんだっていう、そういうのがこう結構今主流になりつつあるわけなんですね。ってことは何かって言ったら、許しっていうものをなぜ必要なのかといったら、許せないって思っている人にとって実は許しが必要なんだっていう、これテーマと実はリンクしてくることなんだなと思いました。つまり許すのは誰のためかって言ったら、許せないと思っている人がそこにこだわり執着し、ある意味それを怨念みたいな形にまでこうですね、肥大化させてしまうと、実はその人のその後の人生が本当に悲惨なものになってしまう。だから許すことによってそのところから解放される、そして自分を本当に愛することができるっていう、その健全なセルフイメージを持つ中で、もう一度他者と向き合うときに本当にその相手を受け入れることができるんだと、これがあなた方が自分を愛するように隣人を愛しなさいっていうことの、こうちょっと新しい時代性を帯びたですね、聖書の解釈になってきてるわけなんですね。すると今SNS とかでこう承認欲求とか言われたりとか、またですね、いろんな時にこうもっと前からトラウマがどうとらこうとらとか言って、全部こう他者から自分が愛されたい愛されたい、もしくは人にこう認められたい、もしくは人からこんな嫌なことされた、だからなんかなんたらこのハラスメントってあると思うんですけど、そういうふうにしてですね、結局自分に向き合うことなくさまざまな問題を解決しようとするところに大きな間違いがあるっていうことを、実はこの映画は本当にこう心理学的な意味においても神学的な意味においても大きくですね取り上げてるな。つまり許すことによって自分が解放される、解放された後に改めて向き合った時にその人を本当に愛することができる、まさにこれは自分を愛するようにあなたの隣人を愛せというイエス様が、またその神様がおっしゃった一番大きな意味だし、実はこれがその人を楽にする、その感覚、そのような解放っていうのがこの映画を通して多くの、特にクリスチャンじゃない方々にもですね、こう響いていく部分なんじゃないかなってことを本当に思わされました。つまり私をどうして自分が愛することができるかって時の、私たちはイエス様がこの私のために十字架にかかってくださり、こんな私を愛してくれたっていうところにやっぱ立ち戻ることができますよね。すると、そういうイエス様が愛した自分なんだから自分を愛し、自分にとってこうより良い生き方っていうのを選んでいこう、その時にこの人を許せない、もしくはこの事柄を一生呪ってこれを生きがいにしてやるみたいに思ってしまう、それは実はスター・ウォーズじゃないけどダークサイドに落ちる第一歩なわけですよね。
だんだんその中で人はこう落ち込んでいく。でも実はこの胎児という映画の中で最後にこう最初はその あなたの子供さんどんな子供さんだったんですか、私の子供はねって子供の話をしていくんですけども、でも実は最後にどうなるかって言ったら一人一人が本当に自分を愛せるかっていう話にこれは最後になっていってるなってことを私はすごく感じました。はい、ですから胎児っていう時に、まあ、これはちょっとうがった見方だ、日本のタイトルが胎児ですけども、実は胎児していた相手っていうのは鏡のようなもので自分と向き合ってたんじゃないのかななんてことをこう思わされるような、そういうやっぱり見事な作品でありですね、こういう対話劇が実は大好きなんですね。昔の12人のイカれる男とかですね、私とかですね、それからちょっと日本で言ったらその三谷幸喜のですね、あの12人の優しい日本人とか、ああいうの大好きなもんですから、そういった雰囲気もあってですね、とてもこれはですね、何ですか、クリスチャンだから分かるとか、クリスチャンじゃないからどうかじゃなくて、いや、すべての、特に日本の自分を愛するっていうことを正直なかなかできない、そういう自己承認欲求の、塊だったり、もしくは SNS でいいねばっかりもらいたかったり、逆にこう人をなんたらハラスメントといってこうなんか私はこんな傷つけられました、こんなに傷つきましたってことばっかりにとらわれてしまう人に対して、いやいや、あなたが自分を愛せるようになることが一番の健全な解放の道なんですよ、幸せの道なんですよってことを説いている、すごいですね、本当にさっき言いました神学的にも心理学的にも、そして私たち人間としてのこうに心情的においても素晴らしい映画だなって本当にそう思わされたという次第ですね。はい、ちょうど10分間でございますのでね、今から少し皆さんのですね、見られた感想、また何か質問とかですね、私もそうですけど、何しろ小川先生もいらっしゃいますので、いろんな映画のことについて分かると思いますので、はい、そういったことについてもお答えできたと思いますし、皆さんのまず何よりも感想をですねちょっとおっしゃっていただきたい。ぜひよろしければそのままもマイクをオンにして喋っていただければなって思います。いかがでしょうか。ものすごくいい映画でした。まずご紹介、この裏話じゃないんですけど、背景にあるコロンバイン高校の、まあ、乱射事件っていうのは私も明確に覚えてまして、でそこで被害を受けたレイチェルちゃんっていう女の子とか、あとお父さんの言葉とかですね、まあ本当にまあ、それが背景にあるってことを聞いて、まあ、非常に興味を持って実際に見させていただいたんですけれども、いやー深いですね。この一般の人も見られると同時に、さっきなんかおっしゃってくださったように、オチが非常に聖書、なんか本当にこう、キリスト教の、こう、天の希望ですよね。で、許すということが、結局、まあ、自分の救いに深くつながっているというイエス様がね、やっぱり人を許せば許されるけれども、許せなかったら罪は残るっていう、あのことにものすごく関わってくるので、だから、あと息子、どっちも息子を持ってる母親が、まあ、いるということで、やっぱりこう、まあ、実は私の母が、イエス様を信じ、私がクリスチャンになってから14年後に信じたんですけども、やはり息子とどう、向き合うのかっていうのでずっと悩んで、で天で会えるっていう希望がきっかけだったんですよね。それでヨハネの14章の2節と14章で私が住む用意をしとくよっていうところ、まあ、こことおそらく関連することをこう母はもその被害者の方のですねお母さん持っていたんじゃないのかなってことを思いました。本当に深すぎてこれそうですね、見た方に自分の教会の人たちに今宣伝してるんですけども、見た後で解説しようかなっていうのはネタバレ、ほらもうすでに見てる人だけでネタバレしようかなと思ってますけれどもまあそういう話本当にいろんな人に勧められる、特にお母さんに勧められるかなと、息子さんとかね、お子さんを持ったお母さんにすごく勧められるかなと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。賛美歌403番もうこれが最後に出てるっていう、なんかどんな感想を持たれたかなと思って、賛美歌403番、聖歌316番ですよね、はいはい、どうしてこの曲を選んだんだろうっていうのが私にはすごく不思議でした。うん、この曲を作曲したローウェル・メイソンっていうのは
もろびとこぞりてとか、主よ身元に近づかんとか、もう米国の賛美歌の基礎を築いたとい う, もうすごい存在なんですけれども、でもこの403番316番の歌詞は、ま、日本語も英語もちょっと大訳でも全部英語で読んできたんですけれども、すごい祝福の歌詞ではあるんですよね。で、祝福あれ、我らは主にある兄弟なり、喜びをも悲しみをも共に分かちつつ神に祈らんという、この歌詞を、この賛美を私はなぜ選んだのかっていうのを今日は皆様にぜひ聞きたいと思って聞きました、うんうん、もう全部歌ってきたんですけれども、うん、この許しと本当に恐ろしいような苦しみのもう対峙の中でなぜ祝福の賛美を選んだんだろう、私はこれを皆様からぜひなんか聞かせていただきたいと思います、うん、はい、私はこの音楽がね、最初のピアノの練習してるところにもこれが流れてるんですね、うんうんうん、最初ね、はいはい、だからずっと実はこの曲がこの音楽の BGM みたいな本当なんじゃないかなって、だからその映画が討論があってる時も実は流れてるっていうかね、うん、でなぜかっていうと十字架がこっつるじゃないですか、十字架がですね、そしてその十字架がキリスト教映画じゃないので直接的には入ってこないんだけど、その十字架がいつも見つめているっていうね、ところだけにこう4人の中に十字架が映ってくるんですね、壁にかかってる十字架がですね、その十字架の神様が私たちに対してこの祝福あれ、聖歌の方だと祝福あれ、この、つなぎにすみません、メガネ変えないと読めないんで、メガネ変えない、祝福あれこのつなぎに、我らは主にある兄弟なりっていうね、主にある兄弟なりっていうのをもうずっとその十字架にかかってるイエス様がね、ずっと呼びかけているっていう、で最後にエンディングでまたそれがずっとこうフェードインしてきて、この映画を物語ってるのかなって、私はそういう撮り方をしたんですね。でところどころにそのキリスト教的なものが芽生えてて、その最後なんかポスターのね、ポスターのところに神様が私たちと共にいるっていうところの横に立ってたりとかですね、直接的に神罪につき十字架を語る映画ではないんだけど、ところどころに実はその4人のいろんな意見が重なったり対立している中に、実は私があなた方と共にいるんだよっていうことをね、しきりにそのクランツ監督が言いたかったのかなっていうのがね、私のすごい思いなんですね、私が非常に感じたこと。でところどころに映画の途中途中に入るように鉄線で空き地がこう映ってくるんですね、鉄線がこう、であれもやっぱりその彼らの心の心情ですか、お互いがお互いをまだこう心を開いてなくて、その鉄線のようにして心を固くなにしている状態だっていうのを表してるのかなって。でそれが最後にパッとネタバレになっちゃいますけど、電気がつきますよね、電気がついたところでそのいわゆる彼らの心が全く解放されたっていうことを、クランツ監督は象徴してるのかななんていうことをですね、だからその直球的なキリスト教映画ではないんだけども、キリスト教の味付けがもうあちこちにこうされてる作品だなっていうことをね、つくづくと思いましたですね。だからやっぱりこういう映画こそ本当に私は思うんですけど、いわゆるその未信者の方とかと一緒に行って、そして帰りにどこかスターバックスでもどこでも入ってですね、こうコーヒー片手にこうああでもないこうでもないこうだとか、いやこれはこうでとかっていうことが語り合える、その中で、うん、福音が伝えられる映画なんじゃないかなって、そう思いますね。みんなでやっぱり親であれば子供が自分のある意味こう思った通り理想通り行ってほしいと思うけど、やっぱりそうはいかないっていうのがやっぱり人間一人一人があるわけですから、するとそこの対立とかなると、いずれそれがこういう形で何かなるかもしれないとか、
ありますし、私ちょっと実はちょっと不謹慎ですけども、ふとこの胎児の映画見た後ですね、今あのやってますよね、回転寿司のね、あのペロッと舐めちゃったってやつ、あの賠償金って億の単位でしょ。あれを一生かけて償っていきますって言ってお母さんの気持ち、この胎児のこのお母さん、ちょっと大変ちょっと比べちゃ悪いんですけど、日本だったらこういうことなんだろうなって本当思わされる親の立場としてですね、うん、あの笑うに笑えない、何やってくれたんようちのバカ息子ってもう言えないぐらい、もうすごいことになってると思ったら、ちょっとゾッと、自分もやっぱ子供いますから、お前変なことすんなよって言いたくなるけどみたいな。でもやっぱりこの事件、この中ではそれを本当銃を持って何人もの人を殺してしまい、しかも自らも命を絶ったっていうそのわけですから、うん、そこにおけるその親の苦悩っていうのはやっぱりすごいものがあるだろうなっていうのは想像に難くない、うん、そのと思いますね本当に。はい、なんかちょっと急に日本の軽い話で申し訳なかったですけど、でも軽くないと思いますこれは本当に。だからどこにでもある、私たちにだって起こりうることだっていう、そういう視点では見れると思いますよね、うん、はい、私も見させていただいて、まあ、先ほど青木先生が言われたように、まあ、これ誰にでも起こりうることだなという印象を受けました。まあ、私もまあ高校の教員を三十数年してますけども、自分が担任をした生徒が、まあ、卒業後ですけども、まあ、殺人事件を起こしてしまって、まあ、収監されてるとかありますし、うん、もうずいぶん前ですけど、私非常に親しくさせていただいているあの女性の伝道者っていうか牧師さんがおられたんですけども、まあ、交通事故を起こして、まあ、信者さんの子供さんが亡くなってしまうと。で、もうお母さんが信者さんだったんですけども、牧師先生を絶対許せんと。でご主人は未信者だったんだけども、いやわざとじゃなくて、まあ、居眠り運転なんですけども、仕方がないじゃないかって、あの未信者のご主人の方はいいですよって、まあ、いいですよっていうか、事故ですからって言うんですけども、信者さんのお母さんの方も絶対許せんとか言って、まあ、娘さんを亡くしたことをこうあれしてて、これ見ながら、もう私たちも今、先ほど青木先生もありましたけども、私も子供がいますけども、いつどこで、まあ、被害者、もしくは加害者の親に なる可能性は十分あるなと、その時に自分は本当に相手許せるんだろうか、もしくは自分の子供や周りで、まあ、そういうことを起こしてしまう人がいた時に、自分はどういう態度が取れるんだろうかっていうのを、すごくこうなんか、もう突きつけられるような映画だったなというふうな印象を持ちました。はい、ありがとうございます。他いかがですか？ぜひこんな感じでどんどんとご覧になられた方、ここに多分参加する方はご覧になった方も、こんにちは。はい、はい、どうぞ。はい、岡崎と申します。岡崎さん、はい。顔出しはできそのままでいきますね。はい、はい、いやこのままで。はい、わかりました。どうぞ。この度は試写の機会いただいてありがとうございました。本当に感動していてました。で、一度しか見てないので、ちょっと見直したかったんですけど、見直せなかったんで、細かいところちょっと曖昧かもしれないんですけど、僕がとても印象に残ったのは、被害者の母親の方が、息子の価値は何だったのっていう言葉にすごく、うんうん、心を込めてたっていうか、反応したのに、とてもこう印象的に思ったんですね。最初被害者の両親は多分その相手の両親が苦しんでいるのを 見た上でいいんですよって許したかったのかなと思ったんだけど、うん、でも相手のお父さんが意外と冷静だったんで、こっちのお父さんがカットしちゃったっていうシーンがあったかなと思って、うん、でも実際にはその被害者のお母さんはなんかその息子のエピソードを語ることで、その息子がそれが息子さんの生きた価値だったんじゃないですか、価値だったか意味だったかちょっと忘れましたけど、うん、そういう言葉に反応、それで息子の死には、人生には意味があったんだって思って許してあげられたのかなというふうに思いました。うん、で、はい、最後にまたネタバレなんですけど、加害者のお母さんが戻ってきて、私の息子の話も聞いてって言ったのがとても、ストーリーっ
ていうのがキーワードなのかなと思ってました。ありがとうございます。そうですね、今ねおっしゃったストーリーっていう部分とても大事だと思います。まあこういうとこよくナラティブっていうふうに言いますね。いわゆる証ってことですね。単なる物語っていうのは客観的に何々さんがこうしてああしてってそれを言うとしたらこの話っていうのは5秒で終わる話なんですよね。その被害者家族と加害者家族が集まって話しましたで終わりなんですけど、これが物語ですよね、ただのねストーリーですけど。でもナラティブになると実は一人一人の語りによってそれがこう持ち運ばれていくっていう、実はこの部分が非常に今回の映画の大きなポイントなんじゃないかなとも思いますし、実は聖書っていうものもそういう意味では一人一人の福音記者が、まあ、特にイエス様の場合ですけど、イエス様についてそのマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネが自らの語りでイエス様を語ったっていうところが大きいと思うので、そこにも非常に共通するそのこの映画とのこう類似性というか親近性、その親和性というのがあるんじゃないかなともちょっと思わされましたね。やっぱりそして人はそういうふうにしないと乗り越えられない、うん、ある意味自分の悲しみとか苦しみっていうのは、うん、でも、まあ、考えられるかな。だからよくありますその少年法とかで守られて自分の子供に何が起こっているか全く知らされないっていうと、その人たちが真実をもしくはどうなその中身を知りたいっていうのは、実はそういうそのナラティブを持とうと思ってもあまりにも自分の感覚と実際事件との間にこうブリッジがないから、そういうものを欲するっていう、そういうものなのかなってもちょっと感じましたけど。そうですね、磯川さんにお返ししますので、はい、あと最後まとめをしていただければと思いますが、はい、はい、まあ、私もだいぶ話してしまって申し訳なかったんですけど、やっぱり私もこの7年間ぐらいこの許しと和解っていうのを実は体験した一人なので、映画を見ながらですね、非常に自分のことのように見ていました。で、一番はですね、やっぱり原因を探るんですね。なぜ起こってるのかっていうことを彼らも、まあ、4人で話すんですけど、でもなぜ起こったのかっていう原因を追求している間はですね、全くこの許しにつながっていかないんですね。もう相手を責めるしかない。でそれはまあ私も小さなことかもしれませんけど、自分の体験の中でもそれを非常に感じました。で、朝日新聞の2月3日の夕刊にも大きくですねこの記事が載ってるんですけども、皆さんにお勧めしております。ユースさん、最後何か一言ありますか？いや、とても深い皆様からのご意見をお伺いして、私自身も1回しか見てうろ覚えのところもありましたので、もう一度しっかりと見て、8日の日に収録がありますので、明日明後日と備えてしっかりお伝えしたいと思っております。はい、今日はもう貴重な機会ありがとうございました。ありがとうございました。小川代表は何か最後ありますか？許しというのは本当に大きな大きなテーマですけれども、そして吉田さんもおっしゃったように、皆さんもその場にいらっしゃるように、これは人事ではない。映画を見ていろいろ考えることももちろん大事ですけれども、やはり自分にもしそういうことが起こったらばね、自分だったらどうするだろうかということ、そこからが本当の自分の戦いであり、解決しなければならないことだと思うんですが、やっぱり冒頭に言いましたように、やっぱり睨み合っているだけでは解決しない。どんなに苦しくても対話をね、互いに減り下って相手のことを考えながら、思いやりながら対話を進めていくところに、そこに神様が、教会でご案内ってなっておられた、神様が働いてくださる。そういうことなんですね。で、最後にやっぱり私たちクリスチャンにとって感謝なことは、裁きは最終的に神様がなさる。私たちはどんな嫌にでも、それは裁きの御手は神様にお返しして、私たちは本当にありのままで自分自身が許されたんだからという、そこから出発しなければいけないなと、思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。アンケートの中には牧師夫人がね一生懸命配慮してるじゃないですか、いろいろとね、あ、牧師夫人って本当に大変ですねっていうアンケートもありました。本当にねこの中でね、そのなんていうか直接的な援助か何かしてるわけじゃないんだけども、その牧師夫人の愛の配慮っていうんですかね、一生懸命会場を何とかしようとしているような、そういうところに感動したっていうねアンケートもありましたので、本当にぜひ皆さん教会を舞台になっておりますので見に行っていただければとそう思います。 I raised a murderer. When we are sundered
What would you like to know? Everything. I want to know everything. Why? Why do I want to know about your son? Because he killed mine. No, you do not know how my son died! The hate that flooded into our lives. Maybe this is right. But I still miss him. ほぼ全編にわたり密室、出演者4人のみの設定がもたらすスリルと衝撃。タイジ。